サマセットハウスの中庭。サマセットハウスは、イギリス・ロンドンのテムズ川を望む、ストランド地区南側にある大規模な建物である。中央部は新古典主義建築で、1776年から1796年の建築家、ウィリアム・チェンバーズによるジョージアン様式の大規模な建築プロジェクトであった。その後南北に古典主義的なビクトリアンウィングを増築。もともと同名の建物がこの地に建てられたのは、当時より200年以上前のことであった。クリスマス時期の中庭のスケートリンク。現在は、様々な政府関連機関、芸術、教育関連機関が入っており、ロンドン大学附属のコートールドギャラリー等が、その代表的な例である。また中庭は、冬季、アイススケートのリンクになり、ロンドンの冬の風物詩になっている。近隣の180ザ・ストランドと共に、ロンドンコレクションの会場にも用いられた。1836年から1970年まで、戸籍本所が置かれており、イングランドとウェールズにおける、出生、婚姻、死亡に関する書類が管理されていた。また1859年から1998年には、遺言兼任裁判所が置かれていた。このため、アガサ・クリスティのエルキュール・ポアロシリーズなど、ミステリ作品等に登場することがある。ありがとうございます。